自白してるんだろ。殺しました。どうして殺したんですか。生まれてこない方が良かった人間ってのは世の中にいるんです。でも強盗殺人2度目って結構えぐいっすね。怨恨の線で行こうか。強殺を単純殺人と窃盗に落とす。川崎社長強盗殺人事件に衝撃の新事実が浮上した。奥さんに頼まれて保険金目当てで殺したってとこ。はい。家族を殺されて焼かれたんですよ、お母さん。本当はどっちなんだろうな。依頼人の利益になる方に決まってるだろ。重森さん、本当はなんで殺したと思ってるんですか。でもたまに女の子が来てたわね。女の子ですか。ええ、死刑になった方がいいとは思わない。話させてください。よく嘘をつく子ですよ。ここでは誰も本当のことを話さない。今度こそ本当のことを教えてくれよ。信じてくれますか。私本当は殺してません。